はい、皆様こんばんは。東大阪新聞チャンネルの時間がやってまいりました。私は記者そしてキャスターを務めさせていただいております、根木蔵こと根岸健太郎と申します。では今回はですね、ピンでだいたい3分から5分ほどお話をさせていただきたいと思っております。本日のテーマなんですけれども、先ほど2分前ぐらいに思いつきまして、こちらのテーマでお話ができればなと思っております。今週の違う今回のテーマはジャ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 ンということで、自営型人間と副業というね、そんなねあのテーマでちょっとねお話できたらなと思います。自営型人間っていうあの言葉があるんですけど、あの私あの時々結構ね本を読むことは好きなんですけど、あの要は働き方ってあるじゃないですか。働き方のところで結構その日本と日本以外の働き方を結構あの比較されているような話題ってあるんですけど、もともと日本はあのね、メンバーシップ型っていうそういう働き方、例えばね組織があって社長がいて課長さんがいて社員さんがいてみたいな、あのもう年功序列で一つの、ね会社にずっと働き続けるみたいな、そういう、ね、まあ従来型の日本の働き方をメンバーシップ型と言われてたはずなんですけれどもね。でただ例えば欧米とかはジョブ型、そうジョブ型っていうそういう働き方であの結構仕事をあのしてきたっていうところがあって、じゃ あ, あの日本もそういうあの欧米に習ってジョブ型の働き方をしようよみたいな、そういった風潮があったみたいなんですけども、でただ最近ちょっとねあの目にした新しい本で、自営型、要は自営業の自営ですね、自営型人間のすすめみたいな、自営型働き方のすすめみたいな、そういうあの結構ねあの話が本がありましてね、で結構そ の, あの情報をあのインプットしたんですけど、その自営型というのは何だろう、例えば企業に属していながらもあの本当にそのまあ自立してその独立し、独立型であの働いているような、そういう働き方を指すっていうふうに僕は解釈はしてるんですけど、であの各位私もですね、あのまあ自分で言うのも何なんですけど、あのまあ自営型の働き方をしてるんじゃないかなってそんなふうに思うんですよね。で僕は例えばあの、まあ、一番の、ね、メインの仕事は保険代理業っていう、ね、仕事をさせてもらってるんですけども、まあ、そこ の, あの会社に属しながらあの社員契約を、ね、雇用契約を結びつつそこで仕事をしているんですけども、ただ一方でここでねこうやってあの YouTube の収録をさせてもらったり、インタビュアーだったり、あとはその新聞記者の、ね、お仕事をさせてもらったり、はたまた別 の, あの金融サービスの、ね、仕事もさせてもらっていて、要は副業ですよね、世の中にいるところの副業をあの、まあ、要はパラレルワーカーとかね、そんな風な働き方も、言われ方もあるんですけど、あのそういう働き方を知ってるんですけども、まあ、そこであとは副業のところなんですけどね、副業ってね要はメインとサブみたいなね、そんなあの、まあ、考え方があると思うんですけど、僕はあえてそうじゃなくて副、ね、あの福は内鬼は外のそのね副、その副業をねということで、副業僕は副業してますみたいな形で、要はね副が来る、ね、その仕事をすることによってあの周りの人たちも本当に副が行くし、自分も それによって副となすみたいなね、そういうあの考え方で副業という呼び方をしています、最近はね。まあまあもしかしたらねあのメインとサブになるかもしれないんですけど、あのまあ実質はただあのそうやってね副業っていう、自分は副業してるっていうそういった形であれば、やっぱりねあの喜んで仕事をすることもできるし、それがあの伝播して本当にね関わる方々も本当にあの幸せになれるし、自分自身もねにとっても本当に豊かなあの働き方ができるんじゃないかなというふうに思います。なので、本当にあのまあ要は、自営型だから、会社に所属していたとしても自ら本当にセルフコントロールをして、自由なんだけれどもルールも守りながら、あのだからある程度のそのまあ枠、まあルールという枠があって、その枠の中であの限られたその中で自由に動いていくっていう、そういうそのまあ動き方、働き方が僕には合ってるので、だからこのようにあのいろんなまあパラレルワークといいますか、あのまあ副業ですよね、そういったものを絡めながらあのまあ一日の中でもあの保険の仕事したり、このキャスターの仕事をしたり、
金融の仕事をしたりっていうことによって逆にいろんなものがあるから、まあ僕はもしかしたらね飽き性なのかもしれません。飽き性だからいろんなまた違う仕事をすることによって脳みそのいろんなところを使うことによって、それでそれがまあそのエネルギー源になっているのかなというふうにもね思いますので、まあ今回はこれくらいで終わりにしますけれども、あの自営型働き方、そして副業とは福となす仕事みたいなね、そんなねあの話でねちょっとおまとめさせていただきました。はい、では本日はありがとうございました。